構インターバル短めで、うん、いっちゃうけどね、数とかそうですね、種目結構こなせるっていうことは、まだこれも今ここがフルパンプしてるんで、はい、膝が曲がんないんですよ。今度は膝はいいんだけど太ももがダメ。じゃあダメじゃないですけど、いいんですけど、はいはい、そう膝が曲がりにくい状況じゃないですか今。手動がパンプしてて、はいはい、そうするともうしゃがめないんで、はい、効きも悪くなるわ、はい、あとかかとが浮きやすくなるとかね、はい、なんで1種目目にエクステンションやる人はちゃんとやってると多分もうフルパンプしちゃうんで、プレスやる前に一回しっかり膝が曲がるようにリセットした方がいいです、うん、これってあの状況と似てるんですか？ベンチスーツ着て140キロでやると下ろせる、まあそうですね、しゃがみにくいと。だから立ち上がる力は強いかもしれないです。1レップでもう1レップしかやらないです。これはいわゆるその足をちゃんと曲がるかの確認、そうですね、はい、あと重さのインプットというか、3セットやるんで、これ1セット目で、はい、
例えばこの種目をやるときっていうのは、どういうことを意識しながら考えながら動作してるんですか。パットもいろいろ変えますよね。同じ例えばスタンスでも今過去位置止めるんですよ下で、うんうん、こんな感じで下に当てないです。ギリギリ止める、うん。ちょっと前まではもうちょっとこう止め切らずに、うん、でも当て切らない、うん、当てない、うん、でそれもちょっと前は軽く当てて軽く当ててあげる、うん、だから今はもうより僕のだからトレーニングのこう歴史の中でも一番ボトムで重さを受けてる感じですね。もう重量もねなかなか伸びないんで、そういうところでいわゆる上げにくい状態作った上で上げる、そうすると筋肉にとっては強度高くなるじゃないですか。だからこういう縛りの中でこの重さでこの回数やりましょうっていうのが今のテーマです。縛りが多ければ多いほど重さはできなくなるでしょう。上でも90から95%ぐらいのところまでしか上がってないですよ。まあ、上に関してはまああれで膝伸ばして切ってもどっちみちもうすぐ下ろしてくるんで、うん、なんで、まあ、伸ばし切っても伸ばし切らなくてもそんなに上の負荷を持たないとかっていう感覚はないです。とにかく下でどれだけ重さを切るか、まあ怪我が多い方なんかはね重さを落としてでもこういうやり方した方がいいと。そうすれば関節には負担がかからないし筋肉にへの刺激というのは強くなる。この間なんかのマシンだったかな、なんかキャッチフレーズで筋肉への負担を減らすって書いてあったんですよ。それトレーニングにならないじゃないですか。分かってないですよねトレーニングのことは。筋肉来てて筋肉への負荷を求めるのがトレーニングなんですけど、筋肉関節への負荷を減らすだと間違えてるのだと思うんですよね、うんうん、筋肉への負荷を減らしちゃったらトレーニングにならないですからね。それはおかしいですねキャッチフレーズとして、うんうん、5キロ5キロプラス10キロですね、はい、やっと。
け。先週このバンドを新しいのにしたんですよ。おお、全然違います。前もかかってるので、はい、ちょっと伸びてるんで、変えるともう、はい、プラストータルで10キロ分ぐらい。おお、3セット目は最後の最初の重量に戻して、はいはい、これ今の小川選手はハックは2回ですか。あ、2種目ですね、はい、これやって間に1個挟んで、はい、もう1回やります、はい、今のこれは、膝周りですね、はい、この下の、はい、結構やっぱお客さん見てると狭いスタンスをやってる方が結構少ないんですよね。大体皆さん腰幅とか、はい、結構それより広めとか、はい、結構ワイド目結構やってる方多いですけど、はい、ワイド目はあんまりやってなくてナローだけやってる方見たことないですよ、うん、どうしても足幅が狭いと、はい、多分、ね、動きが大きくなるんで、はい、なんか自然に開いていくんですかね、こう可動域が、ね、あえてこう大きくなるものよりはなんかだんだんなってきそうですよね、うん、僕結構狭いのが好きなんで、はい、昔から狭いの好きですね、はい、これ狭く立つには木田さんかかとに入れてるんでしたっけ。あ、いい質問しますね、うん、かかと硬いと狭くスタンスつきしづらいんです。ああ、まあ、例えばハックの場合はあんまり下に置いちゃうと痛いじゃないですか、はいはい、だけどあんまり上に置くと今度膝が曲がらないんですよ、はいはい、ちょっと入らないですね、はいはい、ギリギリ攻めるといいです、うん、ちなみに僕今これ入れてるんですけど、これ入れるだけ、すごい統合してます。ちょっと分かりますか、はいはいはい、すごいですね、これ、はい、めっちゃいいっす、はい、それ何ていうやつですか。入れるだけ。カインズに売ってるんですか。売ってないです、ゴールドジムで売って。あ、ゴールドジムで衝動買いしたんですけど、よかったです、これ、まあ、ネットで売ってると思うんですよ。あの、なんていう名前ですか。入れるだけ。入れるだけっていう名前なんですか。え、そう、これどういうことですか。入れるだけ、入れるだけ、これでいくらすると思います。500円。1万円です。プラプラス片方この鈍感な僕が違い分かるぐらいなんで。あ、本当ですか。あの、このスタンスは分かりにくいんですけど、はい、あの上のレバレッジあるじゃないですか、はいはい、
あれやると全然違いますね、うん、ちょっとレップ落ちるんですけど、めちゃめちゃ深く入りますね、足の裏の重心があんまり安定してないといいかもしれない、こういうのは、よくあのあれっていうじゃないですか、鈴木選手が言う、そう、3点、そうなんですね、まあ、まさにこれもそういうコンセプトだと思います。 AI ですか、え、 AI ですか、 AI、うん、AI が操作してるんですか、違う、はい、中でどんなインソールですか、ケチ、はい。